今1個目のビーチでシュノーケリングを終えて、めっちゃ魚いた、あ、めっちゃでもないけど割と魚いたし、めちゃくちゃ海はクリーンですごい綺麗だったかな。で今移動してきて、ここはなんかチャンカナブっていうちょっとアトラクションもあったりするテーマパークで、なんかイルカのショーとかアシカショーみたいのもあるみたい。あとテキーラのツアーが、 Oh, that's the tree. テキーラ tree. Yeah. そう、テキーラのツアーがあったりとか、なんかちょっとした遺跡のコーナーがあって、でめっちゃ今エキサイトしてるのが、ここは海の中に遺跡があるの。Later, maybe later. Maybe later. Yeah. Best tequila in town. Okay. そう、だから今からその海中にある遺跡を見に行って、でいろいろこのテーマパークを楽しもうとかなって思って、オールでアリンス。では行ってきます。今海行ってシャワー入ってすごかったね、結構感動した。ただなんか一瞬あのクライスが見えた時はちょっと怖かった、なんかでかすぎて、スタチューがマジででかすぎて、なんかあとさすっごい深かったから怖って思ったけど、よかった、結構感動したな。ピラミッドはちっちゃくって、なんかピラミッドあれもうちょっと大きく作れないのとか思ったけど、いやー、そうそう、今からアシカのショー、アシカショーとイルカショーを見てランチしてくる。